そう、お待たせ。いらっしゃいませ。水島さん、遅いわよ。ごめんなさい、ドーナツ買ってたもんだから。はい、え、ほら、はい、わざわざ買ってきてくれたの。うん、マチコさんが前に好きだって言ってたから。え、ああ、旦那がなんですけどね。美味しいわよね、ここのドーナツ。しっとりふんわりもちもちでさ。ご注文は？あ、私ホットコーヒーね。はい。でさ、甘さもくどくないし、飽きが来ないっていうか。やっぱり小麦ないのよ、国産なのよ。それに無添加の自殺味がないっていうか、余計な味がしない小麦本来の味なのよ。たかがドーナツ、誰のドーナツ、ドーナツ、ドーナツ。ドーナツブーム。ちょっと水島さん、目がドーナツになってるわよ。やったもう。ドーナツの話になるとつい空前のドーナツブームですものね、水島さんの中でね。そうなの。ねえ、見て見て、そのドーナツこの本に載ってるのよ、ほら。ん？一度は食べておきたい絶品ドーナツ。どれ？ほら。あら、ほんと。あ、こっちも美味しそう。そうでもなかった。私的にはちょっと甘すぎで。あら、これも良さそうね。生地の密度が高くて食べ応えあり。これは見た目を裏切らないストレートな味。水島さんすごい。そこに載ってるお店はあらかた行ったわ。あら、もうほとんど巡礼よ。巡礼？神様に出会う旅ってわけ。うん。雨の日も風の日もひたすらドーナツ店を巡る。私にとってドーナツ店は聖地。究極のドーナツとの出会いを求める。そしてやっと目的のドーナツにたどり着いた時、ここにはもう感謝の気持ちしかないのよね。うん、じゃあいっそこれ御朱印帳にしちゃったらどうですか。ああ、あのハンコをしてもらうやつ。そう、行ったお店のページにハンコじゃなくて油染みをつけるの。いいわね、それドーナツ巡礼にふさわしいわ。あ、これはすっごい美味しかった。そう、私これだけは食べてないの。だって何時間も並ぶやつでしょ。うん、旦那の付き合いだったんだけど食べてびっくり。で、そんなに美味しいの？すっごく。私今度並んで買ってきてあげましょうか。え、本当？ありがとう、マチコさん。嬉しい。よっぽど好きなのね。ねえ、水島さん、今まで食べた中で一番美味しかったドーナツってどこの？そうね、いろいろ食べたけど、うんうん、昔お母さんがおやつにあげてくれたのが一番美味しかったわ。ああ、ねえ、あたしんち。今日のお茶会のお菓子どうしようかな。そうだ、例のドーナツ。ん、よし、間に合う。雑誌に載っちゃったから。まずいわ、間に合わないかも。ダースでお求めの方はこちらへどうぞ。1ダース12個か。4人だし食べられないことないわよね。8にしよう。お邪魔します。どうぞどうぞ。これ前から気になってたドーナツを取り寄せしたの。え、どれも美味しそうだったから全部の種類買っといた。4人だし食べられるでしょ。ありがとうございます。ん？あれ？ええ、この前言ってたドーナツ。そうなの？1ダース。1ダース？こんにちは。昨日まで実家だったんでお土産。向こうじゃ大人気なの。水島さんに絶対食べてほしくて頑張って4人分ゲットしてきたのよ。あら、ごめんなさい、ドーナツあげてて遅れちゃって。あげてって。
お母さんの手作りが一番美味しいって言ってたじゃない。もうこれでもかっていうぐらいたくさんあげちゃった。みんなごめんなさい、私のために。いいのよ、私も今日ドーナツ用意するって言っとけばよかったわね。そんないいのよ、わざわざ並んでくれたんでしょ。私も余計なことしちゃって。いいのいいの、私も何もあげなくてもね。いいんだってば、ほんとみんな私が。いいのいいの、ダースで。いいのいいの、実家が。いいのいいの、私んち。そうだ、いいこと思いついたわ。特製ドーナツお土産パックよ。お家でも楽しんで。私たちは特にいらないのよ。水島さんに食べてほしかっただけ。ということで今日は解散。晩ご飯これだけ。うん、今日はデザートがすごいからね。え、デザート？ドーナツバイキングでございます。ところにドーナツ屋さん、水島さんに教えなくちゃ。あ、でもとりあえず。あ、水島さん、やっぱり来たのね。ドーナツドーナツ。え、あ、それが今私ドーナツよりもポップコーンなのよ。は？ポップコーン？ごめんなさい、ポップコーンの次の出来上がり時間があるから行かなくっちゃ。じゃあね。ポップコーン。